2023オートバックスーパー GT ラウンド3鈴鹿 GT450 キロレース、まずは、長いレースということもありまして、綺麗なスタートになりました。大きな順位変動もなく GT500 スタートです。GT300 も綺麗なスタートになりましたけれども、今日のレースの肝ということになりましたね。7号車そして52号車、ピットイン、そして2号車も次の、ラップに入ってまいりましたね。早めのピットイン、これが順位を大きく上げる300に関しては、条件ということになりました。一方ですね、こちらは1号車、マレリが100のスタンレーを抜いて、順位上げて3番手に上がりました。そして、アップガレージですけれども、300ピットアウトしてみたら、ナットが、ちょうどあの立体交差の下のところですね、外れまして、そのままタイヤが外れて、リタイアという、それがきっかけで、フルコースエローからセーフティーカーでリスタートを迎えまして、ここでニテラが ARTA をオーバーテイクしていくというナイスムーブでした。でその後ここですね、タイヤが冷えていた電装がですね止まりきれずモデュールに接触、で、電装はそれで、このスカートの部分ですかね、取れまして、空力に大きく影響を与えまして順位を下げる形になりました。さあそしてここでムータがここでグリーンブレイブをですね、グリーンブレイブがその前の車を抜こうとしていたのを感激をついてという形でした。一方 AU ですがここでピット作業をします。トップの AU がピットに入りました。1回目のピットストップですね。ただその後ですね、この19号車1号車に、先行されるという形になりました。これでウェッツポーツがトップです。一方の300ですが、ピット作業でこの埼玉が時間がかかりました。その、ナットがちょっとうまくはまらなかったんでしょうか。その間に BMW がトップ、そしてムータですね。ムータが出ていったんですが、コールドタイヤということで BMW が抜いて、これで実質トップに立ちます。そしてウェッツスポーツ2回目のピット、これで首位をキープします、事実上。で36号車 AU がピットで、これでウェッツが抜きまして、ピットイン組のトップだったんですけれども、ここでクラッシュがありまして、レース終了という形になりました。300に関しましては、トップだった BMW が優勝ということになりました。以上ハイライトでした。